番の KDD。 うわーい、つまりカラオケです。実は今日ですね、スペシャルゲストがいますよ。ゲスト？そう、しかも非常に強い歌手だよ。強い歌手？そう、歌手が来るの？歌手だよ、これ歌手。え、楽しみ。じゃあ早速スペシャルゲストを呼んでみます。はい、せーの、ピアさん。日本語も喋れますね。すごいね、かわいい。両方ダメです。実は今日ですね、ピアさん、私たちのカラオケの先生になるよ。だって私たちお家だよね。確かに先生がいたらもっともっと上手になるかもね。ということで今日の曲はバズマナー歌手になろう。うわ、すごい、おしゃれ。なんかめっちゃ高級感。じゃあ早速入りましょう。入ってみようか。お、じゃん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 。うわ、どうです、どうです。うわ、めっちゃ大きい。本当にカラオケ？はい。見て、こういうもあるよ。なるほど。え、ここにさ、ピアさんに歌ってほしくない？これで。そうだよ、中に入ったね。そう。でもやっぱり、うん、歌う前に先生が先に。そうだよね。お手本もうセットしてあるもん。そうだよ。ちょっともうありがたいね。お手本お願いします。頑張ります。その歌は朝の歌です。朝の歌を聴いてください。技術を教えてもらいますか？確かに日本語は難しいから。そうだね。ちょっと中国語大丈夫ですか？大丈夫です。唱歌的时候呼吸很重要。呼吸、そうそうそう、呼吸大事。大事なんだ。如果呼吸稳定的话、うん、声音就会稳定。あと、うん、口、あ、い、う、え、お、そんな感じで、う、え、お、そう、これも大事です。うわ、なるほど。ちょっと意識して歌おう。先生、ご指導のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今からマナから。え、待って待って、じゃあちょっと探してみるね、私歌える曲。歌いたい曲は何ですか？歌いたい曲、ちょっとなんかちょっと少なくて、日本語の曲。ちびまる子ちゃん。なるほど、じゃあ始めましょう。はい、イエーイ。何でもかんでもみんな踊り踊っているよ。呼吸の呼吸は、はい、これが欲しい。例えばダラ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 。これですよ。これですね。はい、ちょっともう一回
回ジソも一緒にやってみよう。いいよいいよ。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からぼわっとインチキおじさん登場。いつだって忘れたいエジソンは偉い人。私歌ってたらハモってきた先生なんかすごい私上手くなってると思ってさすが先生で思ったのさっき私歌ってても超きつかったのでも先生の教えてもらった呼吸をやったら最後までちゃんと歌えることが分かった。じゃあ次ズズじゃない？私はそんな元気な歌じゃないよ。おー楽しみ。こんなの曲。おー本当に音痴だからじゃあもしこれダメストップしてください。はい、はい、おいじゃあ始めましょう。 OK、はい、この場に変えて呼吸だよね。はい、例えば、ダラダダラ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 。なるほど。じゃあ先生と一緒に歌うんじゃない？ぜひお願いします。高いよ、高いよ。大丈夫？どんな言葉に変えて。歌手になれるよね。まあ確かに。本当？確かに。確かに。先生は番組に出たり、あと YouTube もやってらしたり、うん、あとなんか大会とかあったりするんですか？出たり、うん、自分のワンマンです。ワンマンショー？最近は、うん、バースデーライブがあります。わー、 わー、 おめでとう。先生のいつ？今年東京のライブは10月。東京東京？そう、台湾と東京ライブがありますよ。皆さんぜひ来てください。ちなみにいつですか？いつですか？10月18日東京の南青山のライブハウス、うん、マンダラで。こんな機会ないよね。皆さんよかったらぜひ先生の素晴らしいライブを見てみてください。はい、一緒に来て歌いましょう。イエーイ。ところでお腹が空いたの。あら、また台湾のさ、カラオケってご飯有名ですよね。美味しいよ。めっちゃ美味しいですよ。はい、じゃあ早速行こうぜ。イエーイ。今はフードコートにいますよ。このモニターで頼むんですか？はい、注文です。このカラオケの特徴はこういう QR コードがありますよね。で、この QR コードの中に50点があります。うんうんうん。例えばこのかき氷は30点。なるほど、もうここにあって引かれる方式なんだ。そうそうそう。おお。じゃあ早速頼んでいこう。はい。カラオケだからそんなに期待してなかったんだけど美味しい。
あれ早く食べないと溶けちゃう。これ何？これタピオカミルクティーかき氷。みんなで食べようか。せーの。本当にミルクティー濃厚だね、ミルクの味が、うん、こうやってみんなでシェアして食べると美味しいね。じゃじゃーん、来ました。すごい、これ味でちゃんと鉄板で作ったやつだね。そう、お肉お肉めっちゃお腹空いてるじゃないですかね。いただきます。いただきます。お肉がちょっとミディアムレアみたいな感じで、ちょっと赤みが残ってるところが美味しいね。すごい、本当にレストランじゃん、ここ。なんか歌ってる時、喉とか気をつけてることとかありますか？あげるものダメ。あげるものダメなんだ、うん、なんでですか？喉に悪い。悪いの？悪い。あげ物って、うん、それ初めてだ。あと冷たいビンクとか。さっきビンチリ。そうそう、さっきはかき氷。かき氷食べたよ。危ないよ。あ、じゃあちょっとずつ、ちょっとみんなでシェアしてね。はい、なるほど。じゃあちょっと引き続き食べようか。はい、ゴー。そう、今私たちのライブだよ。ピアさんのライブ、東京行ったらこのライブも皆さんと共有できるね。そうですね。最高だ。最高だ。私本当に食べたよね。そうだよ。一人でめっちゃいっぱい食べたでしょ。いっぱい食べたよね。しかもご飯だけじゃなくて、先生がね。先生だよ。たくさん教えてくれたから、私たちもちょっと歌上手くなったと思う。よかった。ありがとう。そして先生はさっきも言ったように日本でライブを行ったり、あと YouTube もあるので、皆さんね、ぜひチェックしていただければと思います。もう一度イベントの詳細を。はい、10月18日日本の東京で南青山のライブハウスマンダーラでピアノワンマンライブがありますよ。ぜひ来てください。素敵なね、歌声を聴けるので、皆さんよかったらぜひ来てみてください。全部のこの詳細は概要欄にあります。ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならハッシュタグ、そしてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもアフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。我用力张开双手。